先生に差し上げていただきたいんですけど。ダメですよ。あ、先生言ってましたよ。なんて？いえね、今度の今北海道行けるのは嬉しいが、顔ぶれが少し新潟すぎる。映像、帰宅しようか。はい。石田。はい、帰宅しよう。あ、先生はそのままで結構と思いますが。臨時飲んだからって略式でいいってわけのもんでもないだろう。ああ。師匠、やっと日程表を作ったんですが。おお、そうですか。おお、だいぶおしまいの方ですね、釧路は。あ、函館を最後にしたんで、どうしてもそういうつもり。何かあるんですか、釧路に。だいぶご就寝のようですが。いや、別に何でもありませんよ。承知しました。じゃあ、どうぞ。5時とすると釧路へは昼頃かな。師匠、釧路にはどなたか特別なお知り合いでも。どうして。いえ、その大層気にしていらっしゃるんで。8年ほど前に一度いたことがある。
長生きに東京を飛び出してしまって1年半ばかりいたんだが、まあいわば若い時の恥をさらした土地さ。飲み回ってるわけ。驚いたでしょ。酒を飲むのに訳も一番あるもんか。どの一力でもない旅のカラスだ。ごまかさないで少しはしっかりしてもらいたいわね。ことぶき座を背負って立ってた鶴丸さんじゃないの。こだてはない。都合しよう。常さん、勘弁してくれ。本当のとこダメなんだ。出る気がしないんだ。鶴丸さん。お父様、来ませんでしたかしら。いえ、旦那、こちらではお見かけしませんでしたが。この頃、ずっとお出にならないですってね。お酒あんまり召し上がると毒よ。さあ参りましょう。どうしたんです。飲みに行かないんですか。さあ行きましょう。牧場の方は山田に一員してありますから。ことぶき座のことですか。初めの一年ばかりは妙なものが転がり込んできたと思ってましたもんね。何しろ芸人の世界には暗いですからないやいや、そこまではまだでは一つ山田とご相談をして。西野580番。なんか用だったか。新町のおばさまが。そのことだ。小屋探しに行ったんだって。珍しいじゃないか。だってお父さんもこの頃よくお会いになるらしいので。どうだった客席。いませんでした。それよりお父さま、私のことをおばさまにご相談なさったんですって。いや、相談というわけじゃ。いや、なんだよ、私の言うことを何でもかんでも聞かなきゃならないと
お前は思い込んでいただけないと思ったね。いやだわ、私におっしゃってくださればいいのに。ああ、もしもし、もしもし、君だ。はい。あ、山田に電話して、今晩遅くてもうち来るよ。どうも、お待たせして。いいえ。ねえ、鈴村さん、今日という今日は私、すっかりお嬢さんに感心しましたわ。あら、おばさま、何のこと？鈴村さんのお嬢さんは、優しい、おとなしい方だと世間で言ってますけど、それだけじゃありませんわ。おばさま、本当にしっかりした考えを持ってらっしゃる。ちょ、いいじゃないか。だっておばさま、大げさにしちゃうんですもの。鈴村さん、あなたはお幸せです。お嬢さんにはお父様の立場がよく分かってらっしゃるんですわ。私の大久保さんのことなんですけど、大久保さんはこの鈴村家の家と事業の後継者になる人なんですから、お父様にはお父様の考えもあり、期待もおありになる。鈴村さんが大久保さんのことをどんなに信頼してらっしゃるか、お嬢さんそれをよくご承知なんです。そうですか。そうですか。鶴さん、どこ行くんだよ。今日は帰る。変だね。今日の鶴さん、よっぽどどうかしている。勘弁してくれ。飲む気がしないんだ。こんな怠け者のぐだらな。今さらぐだらはひでえな。第一、我々の飲み仲間の温度は鶴さんが取ってるんじゃないか。だから誰のことも言っちゃしない。自分が嫌なんだよ。鶴さん、鶴さん、これ。なんだ。ありがとう。おかげで本当に助かった。おや、少しはいいかい。おかげでどうやら。おう、つらやかったな。でも無理して書くとあるしね。お前のつもりなんだよ。でも鶴さん、お前さんも今困ってる時だから。いいんだよ、困ってるのは早くまだ。お帰りなさいませ。お客様お待ちになってらっしゃいます。またご狂言の脇かな。いいえ、男の方ですよ。男？お、帰ってきたな。お前さん、何が気に入らないんだ。いや、別にないの。だからね、こんな年のことだから、これでも人さんにお見せする経過というのがあるよ。いくらもね。これだけに今日はこれ。しかしさ、だからといって付き合うのが嫌だのなんのっつっちゃうね。常さん、そしたらそんなつもりで言ってるんじゃありませんよ。だからしかしどうしてなんだい。酔っちゃいけなかった。ね。鶴さん、これ見てごらん。なんです。お前さんの紋付きと袴、受け出してきたんだ。鶴さん、これは。みんな旦那のお情けだ。旦那？鈴村。その紙包みのもので。義理の悪い借りを始末をして、しっかり芸を励んでくれと、そう私は旦那に言づかってきたんだ。そうですか。鶴さん、芸でしくじったら私が言っても幅が利かねえが、器用が芸じゃないよ。器用でやるのが芸だと思ったら落ち芸だ。川に塞い込んで、どうしたんだよ。常さん、楽屋でお嬢さんにばったりお会いしたら、近頃怠けているそうだが、前飲んだら毒だと言われて、今日は何だか酒が喉を取らなかったんだが、どうしてお嬢さんはそんな、私のこんなことなんて知っていなさるんだよね。いや、お前さん、寿座の一枚看板、片桐三平こと、大中堅鶴丸だ。お嬢さんだっておとぎ話のお乙姫様じゃなしさ。
や耳にも入るよ。それに鶴さん、お前さんのお得意のまたたびもな、お嬢さんもことのがご新規だからね。硬いこと言うもんだ。休んでいく。宮古鳥、桶戸へ来ればそいつはカモメだ。宮古鳥なんて、旦那の親分宮古鳥、人数は確か11人。三五郎の顔の色が変わる。が脇差しの振り方を左の手にてしかと握る。血やがらんとすればお城が。お前さんちゃん、お前そんなもの持ってどこ行くんだ。話せ話せお城、夜があって人おれる。夜立ちは済んだらまた来て飲み直す。おい、俺は夜立ちって帰ってくるまでてめえこの今から出ちゃいけねえぞ。今から一寸でも寝たら叩きちゃうぞ。いいか、立ってろ。トン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 。ああ、驚いた。色男なんて錠前の代わりになるものかしら。表へ出らなくなっちゃったよ。笑いながらにかのお城、尺で飲んだよ好きなさて。鶴さん、気がつきましたか。何を。あれ、知らないんですか。お嬢さんが聞きに見えてましたぜ。お嬢さんが。嘘つけ。嘘なもんですか。この男。ええ、鶴さん、旦那がお見えになりました。いやー、どう、鶴さん、やっぱりいいな。久しぶりに楽しませてもらった。いらしたんですか。いや、どうも。それにまたもう色く受けてるもんでも、常さんなんかは大変な喜びだ。本当にこうだと張り合いが出ます。いやいや、どうだ鶴さん、たまにはいっぱい付き合わないか。あ、もう今夜暇なんだろ。旦那、あっちも一つお供を。せっかくですが、実は今夜仲間の勉強会がありますので。鶴さん、一晩ぐらいいいじゃないか。何しろ私が先に立ってやってるもんですから。そうか、そりゃ勉強だな。じゃあ済んだらみんなでいっぱい飲んでくれ。常さんに頼んでおくから。ありがとうございます。いつも心にかけていただきまして。
飛ぶのし、そっちへこっちと行くぞせんの。取り合わせて幸いでした。どうも。あ、その辺までお送りしましょう。すみません。さあ参りましょう。あら、鼻緒が。いや大丈夫です。歩きにくいですよ。私が大丈夫よ。タクシーだってできてよ。いや本当にいいです。もう大丈夫ですから、ここで失礼します。ちょっとでも一応よりになって、君はお父さん。今お客さんが来ていっぱいやってるんだ。ジョー、大久保さん見えてるよ。鶴丸さん、それはしかし大変でしたな。私本当にお嬢様のことが心配で、怖くて怖くて。いや、まったくどうも。鶴丸さん、これほんの少しだけだよ。まあ、一杯やってください。え？いや、これは…いや、本当の心ばかり。まだ存じ上げませんが、こういうものをいただくわけには。ああ鶴さん、そんな固いことは言わなくたって、まあ納めておけよ。まあ本当になんだったな。まあいっぱい行こう。ああ、年屋、お酒。はい。鶴村さん、田中商事から勧誘に来ませんか。何の？いつかの夕別の方の山ですよ。ちょっと面白いと思うんですがね。ああ、あれは君と一つ相談した上でと思っていたんだ。
どうもこのところ忙しくって、例の骨粉肥料のことでちょっと大阪行ったりはならないし。相変わらずお忙しいですな。お嬢さん、銀月根のいいのがあったんですがね。まあ、行ってくださるかな。まあちょっと見てください。まあ素敵。お気に召しましたか。キツネと思い出したが、一度嬢さん寮行きませんか。愉快ですよ。それはいいな。連れてってもらいなさい。そうか、例の山がそんな有望だとすると、あんたに一つ骨折ってもらおうかな。やりましょう。あれは有望です。皆さん、私はお先に。どうしたの鶴さん。まあいいじゃないか。あ、大変ごちそうになりまして。ではごめんください。まあ鶴さん、それは納めて。鶴丸さん、どうぞ。あ、いえ、せっかくですけどそれはいただけません。お返しします。本当にお立派なお支度ですこと。お待たせいたしました。お嬢様すぐお帰りになると思いますが。おじさん、お客様よ。お客様、誰。知らない。お母さん。お母ちゃんお使い。女の人よ。女の人。また飽きたの。ねえ、いないと言ってくれないか。おじさんいないって。お留守。そう。Oh.
ど、あんまりハッとしないようだな。こういうものは。なんだな、やっぱり鶴さん、ここは鶴丸だよ。鶴さんの南洋節だよ。そうなんです。鶴丸が一枚入って、お箱の三つ四つ、とっかいしっかい。一体、この、どうしてんだ、鶴丸は。実はそれなんですが、ここのとこ、一月半ばかりに。鶴さん、しかしあの鶴丸がわけもなくそんな。そうなんです。様子見たいというもんですから、私もその日で旦那にそう申し上げたんですが、それから、どうも。誰か添えじし、旦那、怒らないでください。お嬢さんにも黙っていてください。お嬢さんお気になったらびっくりなさるでしょ。なんで鶴さん。鶴丸はお嬢さんが好きなんです。え、鶴丸が血を。いや、常さん、バカな子ですよ。とんでもない一人相撲でさ。いや、常さん、それは本当かい。鶴丸だって身の程を知ってますから、口に出しちゃいやしませんがね。不倫な男です。そうか。鶴丸はそんなことがあったのか。うん、どんどん、お嬢さんには黙っていてくださいよ。お嬢さんを気になったらびっくりなさる。でもなきゃ、呆れて笑い出すでしょうよ。チオ、どうしたんだ。別におかしいことないじゃないか。だってお父様ったらバーチューケン鶴丸をどう思うかなって突然おっしゃるんですもの。バーチューケン鶴丸でいけなかったら片に賛否。あら、それ何。鶴丸の本名だよ。片桐三平。っていうのに勝手にのこのこ上がってきちゃ困るよ。ほら、私これ持ってきたのに。なんだよ。ほら、いつか私が下手に出してあげた着物。こんなものあったのか。それだろ。え、これ落ちるの。でもいくらなんでもいいから遠慮すんな。まあもったいない、せっかく私が。さっきも断ったじゃないか、いないって。さっきって、私さっきなんて来ないわよ。あ、よしこちゃん、昼間来た女の人ってのはこの人だろ。え、違う。違う。うん、園児の羽織着てた。園児の羽織。あ、わかった。誰。あ、いや待てよ、わからねえな。何言ってんの、勘違いよ。登れてバカ見ない方がいいわよ。アキちゃん、何を言うんだよ、余計なこと。どうしたんだよ、鶴さん。え、どうしたんだ。ちょ太郎、お前も帰ったらどうだ。帰ってくれ。帰るもんか。さあ、誰でも帰ってくれ。帰れたら、帰ったらどうだ。帰るよ、帰るよ。
ってもしょうがねえな。変わりますよ。小太郎、くせ者だ。ちょっとお邪魔していいかね。え、少し相談があってきたんだ。どうぞ。長い間休んだり勝手なことをいたしました。ああ、そんなことはまあいいさ。鶴さんはこの土地に来てもうどれくらいになるんだ。お、ああ、かれこれ1年半ばかり。ああ、早いもんだな。例の小路山で押し通してもう20日間も客足が落ちなかったのは、あれは確か。あ、そんなこともありました。何しろこの土地の人は何やびしって言わ、鶴さんの。あ、どうぞもう古いことはおっしゃらないで。なんだよその古いことというのは。お前さん、だいたいいくつになるんだ。あ、え、お前さんはだいたいそのこれからの人じゃないか。え、私には芸のことはわからないが、何もやったって同じことだ。ね、若いうちに苦労しないと本当の芸人になるわけがない。一番大事な時だ今。どうだ、初めからやり直していつもやらないか。東京に出てもう一度磨き直してみるつもりはないか。これはな、まあ少ないが、まあ二次旅して東京で二月やりつき、目安のつくまではな、暮らしの足しになるつもりだ。私にもし息子がおって今の鶴さんのような羽目に落ちたら、まあ、そう思ったから人事とは思えない。旦那、すいません。いや、これは人の噂だから知らないが、鶴丸はどっかの娘さんが好きになって自分で自分を持ち上げて、もしそれが本当であったにしても、私はそんなことは悪いとは言わない。で、そんなことで一生不倫するとしたら、男の命はどこにあるんだ。男の面目はどうなるんだ。しかもその娘には決まった人があるというじゃないか。そんなことで記憶さらしてどうするんだ。若いうちに迷ったり記憶さらしたり、くすぶってたら男に生まれた甲斐がないじゃないか。心を引き締めてやり直してくれ。男になってくれ。旦那、ありがとうございます。分かってくれたの。はい、よく分かりました。やってみます。やり直してみます。そうか、しっかりやってくれ。は、旦那、たった一つのお願いがございます。何だ。旦那のおっしゃるそのどっかの娘さんに一言おっしゃっていただきたいんです。どうか幸せにお暮らしになるよ。ああ、よし、分かった。え、そんなことより鶴さん、しっかりして何が何でも立ち直ってくれ。は、はい、ありがとうございます。最前より膝の上に手を置いて来ていました。きらに来て思わず前に進み寄り、神戸の手を何を言うのだ今日でよ。ビビコリ数えりゃ三年あと、お前と俺が今日で無事になる時に、生まれた時は別に
死ぬときゃ一緒にしようじゃねえかと言った言葉を伊勢の行革でこれは街道市民の一家自慢じゃないが長きてよキラの改造人の名前を書くんじゃあるめし、お茶なんざ縁起があるよしとるね。やもし、年は若いが、俺はてめえの親分だ。俺のすることに卒があるで、下がってろ。すみすみ流し筆を取り、墨たっぷりと踏まれて、さらさら書いた見下り半の去り際なり女房菊を手元に読んでお前と俺と夫婦になりまだ半年になるけど生まれついての気まままこれの釧路丹がいい町ね。もうそろそろ終わりだから今のうち北海道ともせいぜいお名残を惜しんでおくんだわね。辛いこともあったけど嬉しいこと感激したことの方が多かったわね。ご案内しましょう。どちらです。いやいいんです。ちょっと寿座って横山で。寿座、それは今晩慰問やっていただくことですか。いや慰問は工場でやるんじゃないんですか。はあ、いえね、寿座っていうのは 3,4 年前に変わりましてね。実は今私どもの工場になってるんだ。寿座が工場に。で、鈴村さんは。鈴村さん、いや、私はまだ新しいもんで。そうですか。では、ちょっと失礼します。鶴丸が。ええ。おう。旦那、旦那の分は肝に銘じて。いや、改まってそんなこと言われちゃこっちが困る。どうも。ね、あ、しかしまあ立派になってよかった。まあいろいろ新聞やなんかで噂は聞いておったが、まあ陰ながら喜んでおったよ。ありがとうございます。まあしかし早いもんだ。あれからもう。あ、足掛け8年になります。さっき寿座を述べてまいりましたが、随分変わりましたね。うん。で、今東京の。あ、下屋に住んでおります。子供も2、3人いるんだろう。あ、子供はまだ。まだか。そうか。もう何年になるんだ。あ、いや、嫁さんもらってから。は、2、3年。お。旦那もご尊敬で。いや、ありがとう。お嬢さんも。ああ、千代も達者でいるよ。もう立派なお母さんに。
なすったでしょうね。うん、ああ、やってるよ。鈴村さん、課長様待ってるんですけど、お調べできましたか？ああ、できております。すぐ行きます。いや、晩まで暇なんだね。あの、連れさんと話でもしながらゆっくりしとってくれ。あ、ね、どうも、そのうちに帰ってくるから。相変わらずどうも忙しいな。連れさん、あと頼むよ。鶴さんと久しぶりで、あの、いっぱいやりたいから。いってらっしゃい。いってらっしゃい。けど、常さん、正直驚いたよ。何がです？ことぶき座が工場になっていようとは夢にも思わなかった。まったくですよ。けど、旦那がことぶき座を手放したのは。手放したって？ええ。いや、あの、工場っていうのは旦那がやってるんじゃないのか？ええ。旦那は事務の方の係長で、言ってみれば白社員です。ええ？バカな話ですよ。旦那は不運な方だ。それよりかお嬢さんがおかわいそうですよ。立派なお母さんにも何にも、婿さんは一年半ばかりで飛び出してしまって、それからこの土地にはいなさらない。また、それはどういうわけで？あの大久保という婿さん、別に悪い人間のはずはないんだが、でも一つ持って生まれた山木がえらく強くってね、漁場をやっちゃしくじる、相場に手を出しちゃ失敗する。ほう、あの人が。そうかね。ねえ、旦那お気に入りのもごさんのことでもあり、つぎ込みつぎ込んで、とどのつまりはことぶき座まで手放してしまったんです。それで、とうとう本人は飛び出してしまって、なんでも城崎の方へ流れていった挙句の果て、そこらの女と一緒に暮らしているという噂を聞いたのはもう4年も前のことです。そうか、そうだったのか。で、お嬢さんは？それからずっと縛りが丘の牧場で働いておいでなさるんです。働いてる？縛りが丘って言えば。昔はやっぱり旦那の牧場だったんですよ。気になったでしょ、突然こんなところに。でもこちらにおいでのことは新聞で分かっておりましたわ。そうですか。旦那にお目にかかってまいりました。父に？そうですか。旦那も随分お変わりになりましたね。町の様子も随分変わりましたわ。お嬢さん。お嬢さんは、いや、お元気で何よりでした。ありがとう。あなたも時々ずっと噂しておりましたのよ、お祭りの晩お怪我なさったことなど。あら、牛に会話をやる時間ですの。では失礼します。旦那もお待ちになってますから。そうですか。じゃあ私もできるだけ早く帰りますから。尾形君はちょっと出かけました。そう、今夜の今は確か6時からだったな。はい、潮の出は7時半頃になるでしょう。
じゃあこういうところにいるから時間が来たら呼びに来てくれ。はい、鈴村さんというタグですね。頼むよ。はい。鶴丸さん、またお出かけね。一体どこいらっしゃるんでしょう。さあ、わかりませんね。あら、無責任よ。門に遅れたらどうするつもりなんだろうね。いや、師匠に限って決してそんなことありません。ねえ吉田さん、鶴丸さんまだ一人もんだって本当？ちょっと信用ならないわね。私もそう思うんだけど。いや、本当にまだお一人です。ほらね、やっぱりそうでしょ。私分かったわね。私もちょくちょくお付き合いしてるんだが、いまだに独身とは全く不思議だな。ねえねえ、鶴丸さんにご面会の方よ。鶴丸さんをお迎えに来たんですが。あら、たった今お出かけになりましたわよ。出かけた？気違いになったかな。あの、あなたこの土地の方ですの？ええ、そうなんです。じゃあ前から鶴丸さんはご存知なんですのね。常吉のやつは相変わらずおしゃべりだな。いえ、私が無理からいろいろ聞き出したんです。おお。牧場行ってお嬢さんにもお会いしてきました。おお、千代に。本当のことをおっしゃってくださらなかった旦那を。いや、それは悪かった。隠すってそんなつもりはなかったんだよ。旦那。なんだ改まって。お願いがあるんですが。お願い？あ、旦那にこの土地から引き上げていただきたいんです。引き上げる？どうするんだ。たかが格安の芸人に大したことはできやしません。でも旦那やお嬢さんにご不自由はさせません。お願いです。私のところへ来ていただきたいんです。野川氏に情けをかけに来るよっていうのか。情けをかけるなんて、そんな。常さん、常吉、まだ帰ってないのか。常吉、酒持ってこい。ただ私はこれまで男にしてくださった旦那に恩返しがしたいんです。一生懸命恩返しの真似事がしたいんです。バカ、何が一生懸命だ。何が恩返しだ。このわしを恩返しを待ってるような人間だとお前は思ってるのか。今の我々親子が気の毒に見えるのか。かわいそうだから引き取ろうっていうのか。いえ、そんな。わしは工場で働いている。千代は牧場であんなことをやっている。家屋敷も何年もかも手放してこんな裏たぬき貧乏暮らしはしている。だからってお前の目に気の毒に見えたらとんでもない了見違い。今の旦那にとやかくなんて。ただ私は、私は。お前はわしに意見する気か。8年前を前に東京入りで芸を見上げとわしは言った。だが生意気になってこいとわしは言わなかった。帰れ、すぐ帰ってくる。お父さん、さっさとも帰れ。立派な奥さんにおなりになったお嬢さんに何とお祝いの言葉を申し上げようと、実はみちみち考えやがんで、正直私は辛かったんです。だが私は思い返した。お嬢さんの前でお祝いの言葉の半分でも言えたら私はどんなにさっぱりするだろう。重荷を下ろしたようにほっとするだろう。それが何か、これまでの私の半生の折れ目切れ目になって新しい道が開けるんじゃないか、そんな気がして出ない勇気を出したもんでした。鶴丸さん、鶴丸さん、お迎えの方が。あ、そう、もうそろそろ時間だそうです。では
お嬢さん、旦那によろしくおっしゃってください。思いがけないこと聞かされます。なんだ、鶴丸さんはまだ一人もんなんだ。え？まだ一人。ええ。皆さんもそう言ってましたが、おいことの吉田って方が正真正銘はっきりそう言ってました。ええ。おお、そうか。やっぱりそうだったのか。お前前から鶴丸が好きだったんじゃないのか。遅かったね。自分で自分が分からなかったね。分かった時はもう。根岸の師匠にお会いできるかもしれませんね。根岸の師匠に？どうして？これですよ。なるほど。13、14、2日間か。違ってご無沙汰ばかりしているが、師匠ならなんとか相談に乗ってくれるだろう。そのお前さんの誠意が今となって先方に分かってもらえなかったら、鶴さん、お前さんの立場がないな。本当恩返しなんて取引じゃない。早い話が国皿中尉と日光連城さん、真心と誠意がぶつかりなんだよ。お前さんの誠意が分かってもらった上で、そこは男の度胸で言ってみるんだ。お嬢さんを私の嫁にいただきたい。その分はさっぱりするじゃん。男らしいじゃないか。先生、お時間です。君に切り身を打ってもらうの久しぶりだったね。ご苦労さん。はい。まあ鶴さん、ここは一つ考えようじゃないか。上州国定の貸元が古軍を連れずただし取り、高崎の城下を歩いていると、向こうの方で大きな声、日本一の旅人が捕まった、顔が見てえな、面が見てえなと聞いて、忠義はびっくりした。忘れちゃすまぬ、ちょうど今から6年後、俺が16、まだ若田をして。
ている時、木崎街道というとこで乗ってくれたお客さんが、ヤクザになるな形になれと言った一枚横にして、安倍かし並べて秋の手も、これが立派な形である、人と生まれたかいあって親孝行しなさいよと意見いたしたのみならず、莫大お金をくだされた。俺はあの時大地に使う量の手のありがとうござる旅の人、ご恩は死んでも忘れはせぬと、いや、あの人を笑い出し、本を書いてというのじゃねえな、ただ一言も頼むと言う。日本に来て、はい、釧路までの切符を取ってもらえないかな。釧路まで。そうしますと、みんなは東京へ帰ってくれ。もう一度寄りたいんだ。お嬢さん、お嬢さん、鶴丸さんが函館からしっかりしてきますよ。え、私もこれから駅まで迎えに行くんですが。お嬢さん、私も行こうかしら。ええ。